ニコラ・ブルバキがアメリカ数学会への入会申請をした1950年代の時点で、すでに最も影響力ある数学者の一人でした。国際学術誌で論文を発表しており、彼が表した教科書は必読書でした。しかし申請は単純な理由で癌として却下されました。ニコラ・ブルバキは存在していなかったのです。その20年前、数学界は混乱していました。著名な数学者の多くが第一次世界大戦で命を落とし、数学界は分断されてしまいました。異なった学派が目標を追求するのに別々の方法論を、数学用語が統一されてなく、成果を共有、発展させることが難しかった。1934年にフランス数学者は特にうんざりしていました。名門パリ高等師範学校で学んでいるとき、微積分のクラスの教科書があまりにも支離滅裂で、彼らはより良いものを書くことにした。小グループに新メンバーが加わり、計画が大きくなり、意欲も高まった。結果、数学言論という書籍ができ、数学のあらゆる分野を統一し、一貫した論理的枠組みを作ろうとした本です。この本は一連の基本的公理、論理を立てる上で基盤となる原理と前提で始まっていた。そこから著者たちは数学界全体における研究課題に共通な、さらに複雑な定理を導き出します。しかし、共通の基盤を正確に示すのに、広く問題に適用される一貫したルールを特定する必要があった。これを果たすため、いくつかの最も重要な数学的対象に新しく明確な定義を与えました。関数を入力を受け入れて出力を生み出す機械と考えるのは合理的である。しかし、関数を2つの集合の橋渡しと考えれば、その間にある論理的な関係を論じることができます。例えば、数字と文字の集合を考えてみましょう。入力として与えられた数値を、ただ1つのアルファベットに対応づける関数を定義できますが、何ら興味深い関係を築けません。逆に、数字の入力すべてが異なるアルファベットに対応する関数を定義することもできます。この第二の関数は入力に作用し、写像先である出力と対応付けを行うという論理的な関係を定めます。始めたのは定義域から地域への写像の仕方の関数の定義です。関数の各出力に対し、入力が一つしかない場合、関数を単写と定義しました。出力側の要素が少なくとも一つの入力から写像されるなら全写と称し、走者は入出力の各要素間に完全に1対1対応があるものと定義しました。これにより数学者が定義域や地域の論理を双方向に相手側に移して解釈する方法を確立しました。抽象的な原理に対する体系的なアプローチは数学とは直感的科学であり、論理に過度に依存するのが創造性を制約するという一般的信念と対照的でした。この反抗的学者グループは従来の常識を危機として無視した。数学界に革命を起こした彼らは一番人目を引く方法で際立たせようとした。彼らは数学言論と続く全ての著書をグループのペンネームで出版することにしたのはニコラ・ブルバキ。それから20年の間、ブルバキの出版物は標準的参考図書となった。グループのメンバーは執筆と同様、悪ふざけにも精を。彼らが創造した数学者は引きこもりのロシアの天才で、選ばれし協力者としか会わないとされた。彼らはブルバキの名前で電報を送り、娘の結婚を発表したり、彼の存在を疑う者に対して公然と侮辱しました。1968年、もはや策略を続けられなくなり、グループらしいやり方で冗談を終わらせた。数学的な言葉遊びを用いてブルバキの死亡記事を発表したのです。見かけの死でもブルバキの名を冠したグループは現在も続く。重要な発見とは一切無縁ですが、ブルバキの影響力は現在の研究に影響を与えています。現代形式的証明を重視しているのは彼らの厳密な手法のおかげです。ニコラ・ブルバキは架空の人でも、残したものは紛れもなく本物です。学びを続けたいですか？これらの動画を視聴してください。知ってると思っていたことの新しい見方や知らなかったことに出会えます。登録して好奇心を持ち続ける。